話し合いの途中で。いやもうこれ伊藤ちゃん次第やからね。伊藤ちゃん先輩になるからね。いやマジでやってた。ごめんゆきさん、ほんとごめん。土下座しちゃう、土下座しちゃうわ俺このまま。いやゆきさんにも悪いからね、外したの。ボコすかボコすか。いやーこれ勝ちたい、クルーガーで勝ちたいね、これはね。スペックの差ね、早く上のね、これ俺のスペックは高スペックだから。門番でーす。ナイスボタン。あれですか。そろそろ危ないかなと押しただけだった。よし、じゃあスキップで。はい。はい。ちょいちょいね、やっぱボタン挟んでいかないとね。まあ1回目の人は基本クルー扱いでいいですからね、確かに。ありがとう、パイツもしてくれて。今同時に押しちゃうかなと思って今。ないね。誰も死んでほしい。メルトダウン、メルトダウンも停電もないしね。タスク半分終わった。ああ、いい。これはもうあと電気切るだけ。終わった。まだ全然あと3つぐらい残ってる。じゃあ、どのタスクで。誰が死んでもええで。そういう時ペイペイさん殺されるってますね、私。ね、人気ですよね、本当。
こう。マジで多いからね。もうちょっと早く押せばよかった。とりあえず、いないところは、医務室と上部エンジンと、メルトダウンじゃない、名前どこだっけ。原子炉はいなかったよ、一応今。あ、原子炉は端っこはわかんないけど。てかもうタスク終わっちゃう。タスク終わっちゃう、これ。タスク、一応僕は終わったよ、タスク。俺まだ、ちょうどよ。終わったから押した。まだでーす。もうそろそろ終わる。医務室ラストだったから、普通にそこから上部来て、セキュリティで現地を見て、もう死体探したろみくらいの勢いだった。せつらさんね、最後見たのはね、俺、電気室だった、最後は。見たのはあ、そっちの方か。そっち全然行ってないんだよな。そう、酸素ルームから上に行ってた。真ん中から右に左、真ん中から右に死体はないよね、これ。死体見つけたわけじゃないでしょ。違うよ、ね、カフェティアだから、ね、俺ぐるぐる回ってたから、あるとしても株か株からずっと下にかな、多分。終わったナビゲーション管理シール。終わったよ俺。トドログ、うん、とでももうあと少し、これ終わった、終わった、俺も少し、うん、私もまだ終わってないっすね。ジュニアさんは？俺もまだ終わってない。ペペさん、エボロさんと一緒に行ってあげてよ。オッケー。終わってない組の俺とミヤモンとクミだっけ、終わってないの？ユウキさんだっけ？終わってない、終わってない。あ、クミか。じゃあ俺とミヤモンとクミ一緒に動くわ。じゃあユウキさんとトロロ君とエボロさんとペペさん4人で動いてよ。俺上3人で動いてるから。オッケー。ペペさんについてこ。いや、エボンについてっていいよ。終わってないから。オッケー。終わったら、ジュニアさん終わったらあれして、あの、緊急。ピピーつって。そうだね、そっち緊急して。そっちでやっちゃっていいよ、緊急。俺らは。最初は俺、クーミンからやっていこうじゃん。いいよ。その次俺、ジュニアさん最後ミヤモン。はい。オッケー。オッケー。はい。ピピさん殺されてなかった。殺されます。わかんないね、これは。誰か。あ、ミヤモンはないと思うんだよな。あ、いたいたいた、クミがいた。すげえいるじゃん。それうまいなぁ、それうまいなぁ。とりあえず、俺とイトちゃんはちょうど電気室向かってたから、多分最速だからないと思う。多分ね、分かってた。発見した後のが、保管庫の右下あたり。下は見てない、右下か。通報ボタンが光ったから押しただけ。右下行ったの、多分わかんない。エポンさんくらいなんだよな。エポンさん一応多分下、多分タスク見に行ってた気がするんだよ。それかな、多分。一応、じゃあ、前でついてって、下にタスク行った瞬間にね、うん、暗くなったよね、多分。ちょうどエボンさんついて、うん、で、俺と伊藤ちゃんと、僕、誰が電気室ついた？あ、僕、来たよ。ちょうどもう、伊藤ちゃん見えて、ずっとそのまま下ついて。かぶってたよね。あ、ミヤモン消えた。あら、誰か。あら。たまにミヤモン落ちちゃうからね。ああ。携帯だから。スマホだから。それかな、とりあえず3人と、あと見つけた本人と、で一応そのギリギリ後ろをついて、でも右下は行ってないんだよな。ああ、上回りで行った。俺下回りで行った。下回りかな。めっちゃ早かったね。もう普通に電気室真下ぐらいまで行ってた。ああ、もう俺電気室であれしてた、ボタン押そうとしてた。そこら辺多分イトちゃんも多分いたいなかったっけ。あ、俺の方早かったね。俺は一番だと思う。そうだよね、イトちゃんめっちゃ早くて、その多分ギリギリ電気の左上ぐらいでクラッとピュアって見えるぐらい。今んとこ
俺は、僕はエボンさんかなって感じかな。下にタスク行ったのがエボンさんぐらいしかいなかったから。うん。下の方にいたのはね。うん、どうなの？おさん、白照明知ってきる？白照明ですか。自分はナビゲーションやった後に通信室？うん、通信室。で、一緒だったもんね。ね、みんなこてめちゃっとしてたもんね。の後に次のタスクの場所をマップ見て確認してる最中に通報ああ暗くなってしまう。寝室の中からは出てないんで。なるほど、うん、難しいな。だからもう結城さんが自分で殺して通報みたいになっちゃ う。エボンさんかそっちかなんだよね今の流れだと ね、 ね。俺は殺してないよ。確かにでも暗くてか、うん、わかんねえんだよな。防災がいまいち。最初のね、通信室ぐらいまではみんなごちゃごちゃっとしてたけど。本当に保管庫死んでたな。まず、死体を見たわけじゃないけどね。でも保管庫の下の方で通報のボタンが光ったから。下の方か。下だったらもうちょうど通信じゃねえの通路を出たあたりぐらいのところかな。いやこれは釣らないとまずいわ。あそこやってのってなってさ誰だったっけ最後って。最後クルミンがやった通信室のタスク。通信室のタスクがもう終わったところへんでしょ多分ずっといたの。そうダウンロードが終わってあと原子炉のあのピッピッピッ10秒しかない10秒しかない。あっ釣るか誰か。いや僕はエボンス釣るわ俺。そっちも立っとけたな。そっちかーい。まあ犠牲になっておくれ。これがインポスターじゃないかどうかが分かんないんだよね。とりあえずこっちは原子炉でお日様さんがやってるの見てた。めっちゃ怖かったでしょ多分。とりあえず自分はあれじゃないって証明してほしい。俺しろ近いね。うん。一応ずっと一応ずっと一緒にはいた。そうそうずっと一緒にいた。誰かと誰だあれ。俺僕と多分ペイペイさんかな。後ろで一応見てたよ。あなんか後ろに二人なぁと思いつつやってたから。やろうとやって。これインポスターが何人残ってっかわかんねえだけどむずいね。そうね。そうだね。今んとこでも速キルでも最初20秒か。あと20秒くらいで一人キルができるんかな多分。そのタイミングで二人殺されたら GG だけど。もうそこはタスク終わるかの勝負だねマジで。これちなみに俺。でも殺されたら終わりだから押したのよその前に、まあ、2人残ってたら終わりじゃん。そうだね。で結局何個ぐらい残ってる。俺多分2つぐらい残ってる。でも俺終わりよ。いやー殺されたら終わるな。だから釣るしかないんだよね。もうここでまあここで釣ったらあれかワンチャン生まれんな、まあ、一応わかんないんだよね。もうここでわざと釣ってるためにそれされると思って逆に置いといた説とかもあるもんね。おい、あの暗闇で殺せなかったってことは2人いないんじゃないかな、うん、1人だけなんじゃない、うん、あのタイミングでだっけ結構殺せたはずなんだよ。そう、さっきの、うん、電気で殺せたよね、うん、1人しか殺されてないからね、あの時に集まってるタイミングで2人殺しても絶対暗いから分かんないからね。それを見だったら今5人逆に残しておくのもありだけど。いやーわかんねえ。でも一人やった方がいい。だってどっちにしろ一人釣った方がいいんだよね。この状況だったら。二人残っててもどうせ負けるし、一人だったら一人でまだチャンスあるから。確かにな。まあ、
僕はお日様さん完璧しろだからな、今のところ。普通に原子炉行ってから。ラスクしに行ったな。ペペさんは誰だと思うの？俺はゆうきさんが怪しいと思うんやけどな。確かにね、今のところいなかったんだよね、3人一緒にいて。あ、だってゆうきさんは俺の方チラッと見に来たんだもん。保管庫の方俺戻ったら。うん、どこ行くんだろうなと。そう、多分それくらいしかわかんないから。いやー、長年殺意、殺意の殺意をこう感じれる力が欲しい。殺意いやー、俺は白だ。そんなに言う？ペーペーさん、でもペーペーさんさ、白の時って絶対管理室かでアドミンこもるじゃん。もういなかったんだよね。そう、いなかったね。いやー、そうやけどさ、うん、まあ、自分が白の時は絶対そういうことやるじゃん。でも俺は今回はペーペーさん信じたいと思う。だよね、信じて、マジでお願い。ゆうきさんっていうのは俺ちょっと信じたい。うん、今のところは、今のところはそうなんだよね。僕も最後に4人で行動しない利点がないからね。やばい、あと5秒。もう俺は行くわ。これで負けたら本当ごめん。ゆきさん土下座だわ。ゆきさん土下座するわ。俺は白だよね、本気で。まあね、白っぽいけどね。いやー、一人残っては終わんないからな。一人だったら終わんない。これで一人確定した。あー、ゆうきさんに毒出しなきゃ、ゆうきさんに毒出しなきゃ。やばいって。え、マジ、ちょっと待って、誰だ。いや、たぶんペペさんだよ、これ。ペペさん、ペペさん。いやいやいや、俺じゃない。いや、ペペじゃん、ペペさん、ペペさん、ペペさん。いや、マジ俺じゃない、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 マジで俺じゃない。いや、マジで俺じゃない、ほんとにごめんけど、ガチで俺じゃない。いやいやいや、俺じゃねえ。あれ、今、照明つけてくれたんだ、あれ。俺だよ。プミはつけてないの？つけたよ。あ、つけたよ。俺、いっちゃん最初に言った。俺もつけた、俺もつけた、俺もつけた。なんだなんだ、みんなで触ってたのか、もしかして。タイミングよく行ったって感じ。ちょっと待って、待って、待って。ちなみに通報したのは俺だもんね。そう、俺はだって右に連打したもん、今。すーげー連打したからね。いやー、というわけで。いや、俺じゃない。いや、マジで。いやー、これマジ。土下座したくない、ゆきさんに。あ、動き回ってたっすね。いや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 。ルーティールームにこもらう。いやいや、なすりつけよくない、そういう。セキュリティールーム今回は行かなかっただけ。俺、ジュニアさんについて。みたいな。じゃあもう最後だから、もう最後のシーンだからね。いやいや、ちょい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 。追い詰められてる時だから。でもクーミンは、クーミンは最後、あれなの？あ、今終わったよ、あのピッピッピが。でもクーミン長すぎん、あそこするの、マジで。現象。覚えるのが大変だから。いやいや。クーミンはあれ、何だったの？原子炉のやつ、ピッピッピのやつさ、うん、一番最初からやってたの？一番最初からやってた。あれ触ってなかったの、一回も。そのたんびにさ、触ろうとするたびにあれ押されるじゃん、ピッ。おお、じゃあクミつっぺ。オッケー。え、本当に？ペペさん。俺はもう入れたよ。マジで俺じゃないって言ったじゃん。本当に。
いや、500円あげる。いや、クミ、これ大事大事、クミ大事だよ、これ。おら、クミやペンペさん入れて、そしたらクミやペンペさん入れて。だってもうそれしかないんだから。投票するの早くない？早かった。いや、マジで俺じゃない。いや、もうこれ俺の一票で決まるじゃん。いや、マジでお願い。めっちゃ早かったじゃん、今。話し合いの途中。いや、もうこれ伊藤ちゃん次第やからね。伊藤ちゃん先輩になるからね。いや、マジでやってさ。ごめん、ゆきさん、ほんとごめん。土下座しちゃうわ、俺このまま。いや、ゆきさんにも悪いからね、外したら。俺を知るクーミーどっちなのこれマジでクーミー俺も。いや、早すぎるよ、人で入れるの。いや。まだ。クーマー。長年の付き合いでしょ、伊藤ちゃん。いや、俺クーミーと10年の付き合いだから。いや、クーミーの俺高校生から知ってっから。うわー、どうしよう。マジで。クーミーどうしたらいいのこれ。いや、もうそれはもう自分を信じるしかないよ。信じろとは言えねえから。最後に見た名前押すわ。そうそう、最後に見た名前の方押すわ、もん。ランダム抽選会、最後の最後に。メス。よし。いや。よし。よかった。よかった。よかった。あれうますぎマジで。最後。うますぎマジ。終わったと思って。